皆さんこんばんは、やっちょさんです。皆さんこんばんは、あちょさんです。やっちょタイフーズです。よろしくお願いします。これ前紹介したんですけどね、ゾイドの、はい、あの昔の箱がありましたよなんてね、はい、言っていろいろ紹介しましたよね。これがセーバータイガーね。これがジェノザウラ。懐かしい。でブレードライガーですね。ブレードライガーかっこいいっすよね。これ間違いないなと思います。大人気のデザインですよ。箱は結構しっかりしてるんですよね。いいですね。でいよいよですね、はい、ゾイド、うん、ゾイドワイルドですね、うん、テレビアニメが7月から放送開始ということでいよいよ近づいてきたなと。なるほど。思っておりますよね。そうですね。でゾイドワイルドの玩具大ちゃんが、2018年6月23日に発売されるとほうほうほういうことで、まあ、あの私たちもね一応話を聞いたりとかはしました、うん、はい、そうですね。いやー楽しみですよね。ゾイドもまたすごいっすね。こうやってなんかこう長いことこうまた愛されるというかね。息長いよね。長いですよね。まあ、あの僕らねこんなもん持ってるんですけどね、実はこのねモロタンですよ。モロタンですよ。ワイドライガーのね、ゾイドワイルドというのと高田富さんのマーク入ってますけど、はい、このファイルとかね実は持ってたりします。はい、実はね、実はねこれいいでしょう。これもちょっと嬉しいな、ね、かっこいいよね、はい、じゃ使わずに置いてあるんですよ、ゾイドワイルド記念で。かっこいいですよ ね、 ね、ワイルドライガー、たけたけしい感じが、はい、しますけどね。もうライガー系がやっぱ人気なんかな。あーだろうね。これね、あのブレードライガーですけども、で今回本当にねすごく変わったなと思うところがあるんですけども、これゾイドね、あの前の昔のゾイドなんですけども、ね、まあ、コックピットがまあここに、あーはいはい、ありますね、うん、ありまして、で人がこう乗ってこの中に乗って、まあ、ガシャガシャと、はいはい、まあ、走るような感じが、まあ、この初代のゾイドの仕様でしたね。仕様ですね、はい、でこれ見てほしいんですけど、人がねここに乗ってるんですよね。あ、ほんまや。そうなんですよ。だからあの縮尺がちょっと違うんですよ今回。コックピットって感じじゃないんだ。そうですよ。で人が本当に豆粒みたいな感じだったんですけど、はいはいはい、人が結構大きくなってるんで、へえ、サイズ感が実はあの前のゾイドと違うんですよね。あ、そうなんだ、はい、そうなんです。そういうね違いが実は あるというのがね、なるほど、このゾイドの新シリーズ、ゾイドワイルド、ゾイドワイルドになってます。そうなんよね。だからコックピットに乗せる人がものすごいちっちゃくて、前はこれコックピットちょっとね一応ねこれ、ああなんかね、ジェノザウラ、ジェノザウラ一応コックピットありますか、ね、ここなんですよ。ちっさ、ちっさかった、すごいちっさかったんですよね実はジェノザウラなんですけど、あれ本当にね、なんかともすれば表情まで見えるような感じですよね、はい、です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 。これもう実はあるんですよね、ジェノザウラは。まあいろいろおもちゃもねあの出るみたいで、うん、楽しみですよね。そうですね、はい、第1弾もすごく楽しみ。ジェノザウルは結構綺麗な状態でね実はの箱根に入ってたので、あとはねこのゾイドワイルド、あのタイトルロゴもね結構ねなんかメカメカしい感じで、はいはいはい、ちょっと微妙にデザインが変わってるんですよね、そのゾイドと、あこれとね、そうそうそう、パッケージが変わって、うん、なんかすごいかっこいい感じで楽しみですね。ゾイドもまた結構ゾイドもね年齢層言うて広いからね、ファンですよね、ファン広いですよね、うん、だ本当にいろんな世代で楽しんでいただけるのかなと、はい、うん、思います。いやだから今回はもうすごい縮尺が変わったというか、はい、よりその乗ってる人に目が向くような感じになるのかななんて予想はしてますけど、うん、ね、うん、まあ本当に楽しみな感じで、7月からですか、はいはい、うん、あれなんですけど、1983年からオリジナル IP として展開したゾイドの12年ぶりとなるシリーズの最新作というのがゾイドワイルドみたいですよ。1983年、はい、俺生まれてないわ。そう、僕も生まれてます。あ、そんな息長いんだゾイド。ですです、12年ぶりなんですって今回は。へえ。漫画連載、アニメ化、家庭用ゲーム、キッズアミューズメントなどのメディアミックスを順次開始しており、こうたび玩具がついに展開開始となりますってことです。なるほど、はい、今回のゾイドのテーマは復元、復元、うん、ということらしいですよ。まあ従来のゾイドの魅力である組み立ての楽しさ、組み立てたゾイドが動き出す喜び、うん、成功かつリアルなデザインがさらに進化していますと、ほういうことで、6種類のゾイドが一挙に登場。ははは、ワイルドライガー、これですね、うん、
いろいろワイルドライガーとかギルラプターでからカブター、カブタースコーピア、ああスコーピアね、さすがですね、はい、ガノンタス、ガノンタス、はい、でガブリゲーター、かわいいな名前が出るらしいです。ガブリゲーター、うん、で専用アプリのゾイドワイルドがあるみたいですね。うん、専用の無料スマートフォンアプリゾイドワイルドでは組み立てたゾイドを動画で撮影し簡単操作で編集することで自分だけのオリジナル動画を作ることができますって。あら動画ですって。あ、だから YouTube とかに出せるのかな、それとね。まあね、はい、どうなんでしょうね、そういうのもあるんかな。うん、まあでもこう昔からのねファンの方も、はい、より一層楽しんでいただけるシリーズになるのかなと、はい、いう感じですね。すごく楽しみにしてますし、うん、まあアニメもね、そうですね、ちょっと見たいな。さっきネット配信でアニメ見るでしょ。そうね、うん、ありますよね、期間限定でとか、ね、ある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 、そうそう、公式がね出されてるのもありますから、はい、一応僕あれですプライムビデオ加入してるんで。ああはいはいはい、アマゾンのあれで見てます今アニメ、うん、何個か。なるほど、昔のやつ見直したりとかしてますよ。なるほど、はい、ぜひ皆さん、うん、ゾイドワイルド、楽しみにしてほしいなというふうに思います。はい、では本日はこの辺でありがとうございました。ありがとうございました。本日も動画ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。もしこの動画気に入ってくださった方はぜひグッドボタン、またチャンネル登録お願いします。よろしくお願いします。このチャンネルはツイッターも配信しております。皆さんぜひお気軽にフォローしてみてください。よろしくお願いします。お願いします。